かっこいいコンビ名ランキング、イエーイ。さあ、いろんなコンビいます。はい、僕たちナイチンゲールダンス、ナイチンゲールダンス、アイラブ、かっこいいコンビ名、かっこいいコンビ名ね。やっぱね、めっちゃいるな。いますね、かっこいいコンビ名。いろいろ探してみたけど、で僕結構その、うん、もう本人たちのイメージもあるんですけど、うん、それをとりあえず抜いて、うん、なんかフラッと、うん、あの無限大ドーム行った時に、はいはいはい、あのオーディションメンバーの交番で見ても、うん、あ、いいなこの名前ってなるかなをちょっと基準に選びました。フラットに見てくれてるっていうのが嬉しい、はい、うん、俺はね、全然市場挟んでます。あ、マジですか。嘘嘘、全然僕大丈夫。あ、僕もフラットに言われてみました。フラットに言いました、はい。というわけで、かっこいいコンビ名ランキング、はい、流れて誰ですか。まあ完全にあのフラットに見た時、はい、まあ、一番かっこいいコンビ名、はい、千鳥です。あ、かっこいいよね。かっこいい。千鳥さん、めちゃくちゃかっこいい、やっぱこれ。あー、確かにそうだわ。千鳥さん、かっこいいね。はい。あー、めっちゃかっこいいわ。これかっこよすぎて、一回理由調べたことあるんですよ、千鳥。あ、理由何？これは、お二人が同級生じゃないですか。うん、行きたかった高校、でもだから、うん、学力的に行けなかった高校の通称らしいんですよ、これ。千鳥高校。うん。かっこいいね。だからそんな、なんかその、自然、めちゃくちゃ自然な理由で選んだのにこんなかっこいいっていうのもやっぱかっこいいポイントアップ。だってさ、漢字2文字でしょ。うん、だいぶかっこいいよね。だいぶかっこいい。しかも両方ともあの、かけるもん。うん、かけるね。こんなかけるのに、うん、かっこいい2文字なかなかないかもな。ない。かけるってのがでかい。かけるんでかい。キリンさんもめっちゃかっこいいじゃないですか。かっこいい。でもかけない。かけないからね。確かにかけねえよ、キリンさん。かっこいい。かけない。キリンさんかっこいいな、っていうか。キリン。キリン。キリンはかっこいい。マジかっこいいな。いや、かっこいい。あの、漢字だった頃のかまいたちもかっこいいじゃないですか。あ、かっこいいね。かけない。かけないな。でも、しなちゃん、かける。かけるのにかっこいいの、すごいね。うん。確かに。確かにな、ナイチンゲールダンスですとかできないよ、やっぱこの漢字2文字でできない登場されたらさ。確かにね、あれの自己紹介ができてるのって、うん、ナイチンゲールダンスだからかもしれない。あ、それはそうだ、うん、あ、確かにできないわ。あとソイソースもできるな、うん、ソイソースです、お願いします。ソイソースなんて名乗んねえよ。ダセえ。確かに千鳥さんかっこいいわ、うん、あ、まあ、パッと浮かんだのはやっぱ千鳥さんです、ね、おい、僕の方行きたいと思います。僕の方はニューヨーク。あ、ニューヨークさんもかっこいいんだよな、これ。これさ、うん、もうさ、今俺さ、フラットに見たの、はい、もう全部忘れて、はい、そのアメリカの都市の名前をコンビ名にするのやばくない？やばい。そう、ね、どうやってエゴサ引っ掛けてたの昔、うん、昔ね。だからそこの芸人としてこの名前つけるかっこよさは結構ありますよね、うん、すごいよ、ね、ニューヨークさんは。いろんな意味でよ、その、うん、東京ってつけれたらもん、ね、東京、東京ダイナマイトさんとかいるよ。東京ホテイソンはいるよ、うん、でも東京ってつけるコンビいないじゃないですか。いない。そこにやっぱニューヨークでつけたから、うん、これすごいよ、感性ね。で、そのなんかこう都市を思い浮かべて、うん、例えばいろいろあるじゃないですか、うん、こうロンドンとか、ロンドンとかね、うん、パリとか、はいはい、フランス。ニューヨークが一番かっこいい。それニューヨーク一番かっこいい。コンビ名になったらでけえし、あとやっぱな、うん、ニューヨークですお願いしますだもんな。そうですよね。でも俺最初笑っちゃうかも、ニューヨークですって言われたら、うん、ニューヨークを乗ってる若者2人が出てきたってことでしょ。日本の渋谷で、うん、確かにね。いや、笑っちゃう。海外の方が見たらやっぱどう思うんだろう。どう思うんだろう。確かにね。僕らがニューヨークって名乗ってる日本人2人、うん、だってその本当に見るからに海外の方2人出てきて、うん、その新宿ですとか言う。面白すぎるけどな。それ笑うか、やっぱ。いや、だって海外、例えば逆によ、うん、ニューヨークのさ、でっかい箱あるじゃん。はい、もう本当のニューヨーク、あの、あ、はいはいはい、アメリカのニューヨークのでっかい箱でさ、うん、あの、2人が出てきてさ、うん、どうも、東京です、お願いしますって外国人が言うのよ。うん、やっぱ面白すぎると思う。面白いな。東京？東京。なんで？あの、関係あるのみたいな。でも、ね、アメリカ関係ないじゃん、別に。あの、うん、屋敷さんも、うん、島津さんも。そうだね。よく考えたら面白いし、かっこいい。かっこいい。ニューヨークさんが。だからこのちょっと待って、いきなりこんなこの2人が、いやいや、フラットに選んでますから、僕ら。俺フラットに選んでるよな。いや、フラット、この2人を出したから、フラット選んでよ。なんか再生回数伸びそうとか出してないよ。思ってないよ。そうだよな、うん、頼むよ、お前。 いや、いきなりここ出すのやばすぎるな、なんかあの、うん、ちょっと大丈夫。あと何じゃ次。だ次ね、だから次のかっこいいと思う。本当にオーディションメンバーフラットこうフラット来た時に、うん、かっこいいなって思ったところよね。読めたんですね。お前、おい、筋
行ってんじゃん、お前。数字取りに行ってんじゃん。いやでも正直米田2000はマジでかっこいい。俺も出ました、うん、ヤスさんも出ます。これ出ますよね、やっぱ。うん、出る出る出る、うん、まあただちょっとやっぱりそのなんだ、米田さんかっこいいよな。うん、わかるわかる。ただやっぱりその、あのあれだな、カタカナとこの数字の文字列にお前はね、あの支配されすぎてる。え、どういうことですか。俺が選ぶ、はい、かっこいい芸名、はい、コンビ名か、はい、ダウ9万。いや、お前同じじゃねえかよ。いや、マジなのよ、びっくりした。俺も、しかもちょうど2番目にダウ9万入れてる。あ、でも確かに、これも、うん、パッと名前見て、うん、どんな人たちか知らなくても、うん、おって思いますね。おっと思う、うん、やっぱその、こういう順番なんだよ、この、うん、こうなっちゃうよな。なっちゃう。夜になるせん、ダウ9万。これ、こんなね、うん、作り方同じ、お母さん同じのことあるんだ。そうだ、うん、それ言ったら、僕10億円も出してたんですけど、うん、ああ、漢字のね。そうそう、はい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 、10億円とこの3組で、あの、うん、スリーマンしてたの覚えてます？ああ、はいはいはい、スリーマンしてたんですけど、この2組が、うん、あの体調不良ダメだって、その60分漫才やってた。やってたね、やってたね。でもやっぱ千鳥さんが10億円の名前初めて見たとき、いろはに千鳥で、うん、名前おもろって言ってたの。おもろって言ってた。だから、だからかっこいいのちょっと違うんですよ。かっこいいじゃない、うん、なるほどね、じゃあ消そう。はパッと見たらかっこいいじゃないか、おもろいのかもしれない。一番かっこいいコンビ名の人がそうそうそう、おもろって言ったらじゃダメだ。そうそうそう、名前かっこよとは言ってなかったから、うん、おもろって言ったから。なるほどね、うん、かっこいいか。で、僕は、あとは、ね、まあ、ピンの人の名前も僕結構めっちゃいいなって思う。あ、ピンね。これ何組かいるんですけど、うん、とりあえず一番思うのは、さすまか RPG。ああ、はい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 、はい、これめっちゃかっこいい。おお、はいはい、うん、RPG ね。RPG。あ、で本名も活かしつつ、うん、あの、なんかこう、芸風の雰囲気もなんか分かるじゃないですか。だからもうフラット見てますよ。薩摩川さんが作る、まあ薩摩川さん別にフラット見てるなって感じがする。本当ですか。全然全然、ここで怪奇とか言い出したら、あ、こいつやってるかもと思ったけど、薩摩川さん単体出したら、あ、まあ普通に考えてるなって思った。RPG ってなんかもう本当に、やっぱ一本のゲーム買ったぐらいのワクワクさありますよね。その感じがするよね。この名前見ると薩摩川さんが考えた一本のゲームを私たちが見るみたいな、バッと伝わるよね、うん、あ、かっこいいしね、面白いですもんね。正直、次僕、はい、あれです、はい、数字ちょっと意識しちゃったかもしれない。全部だって、今のところ。すいません、うん、でもかっこいいから選んじゃった。かっこいいから、うん、スカイサーキットさん。スカイサーキット、おい、数字意識してねえよ。お前、ダメだって。お前、なんでそんなこと言うんだよ、お前。数字意識してねえよ、スカイサーキットさん。お前、なんでそんなこと言うんだよ、お前。かっこよくない？かっこいい、かっこいい。めっちゃかっこいいよな、この名前。うん、青、もう、こわーってイメージあるわ。かっこいい。うん。かなり制作費かかった、うん、こうレースの映画みたいな。わかるわかる。トム・クルーズ出てそう。あ、そうトム・クルーズ主演の、めちゃくちゃお金かかったハリウッド映画っぽい。スカイサーキット。トップガン。トップガンみたいな。のサブタイトル。トップガン、うん、スカイサーキット。全然。全然あるよな、サーキットさんね。かっこいい、スカイサーキットさん。はい。ちょっと数字意識すぎたな。どこかだよ。あとはあと。まだいるてか。てか、ピン芸人シリーズ、うん、もう一気出していいですか、うん、もちろん、もちろん。かっこいいと思う。ピン芸人で、めっちゃいいって思う名前、うん。ユリアン・レトリーバーさん。いいよね。うん。わかるわかる。まあ、かっこいいとかは一回置いといて、そのらしさが出てるから。うん。うん、めっちゃいいよね。あと、もう中学生さんもめっちゃいい。まあ、らしさ出てる。うん。かっこいいよ、やっぱらしさが出てるな。結構この3人番外編かな、ここ。さすがさん、かっこいい寄りだけど、うん、ユリアンさんともう中さんはもうちゃんと芸風も意識した上で、そのらしさも出てるからすごい、はいはい、いいっていう感じだな、うん、そうね、うん、僕の方、空気階段さん。あ、空気階段さんいいね。かっこいい、かっこいい、マジで、うん、売れてる芸人さんかっこいい人多いな、名前な、結局ね、うん、マジなんだ。いや、これほんとそうなんだろうな。名前って意外とめっちゃ大事なのかもしれないね、うん、そうなると。階段、あ、これ空気階段さんってさ、やっぱこれさ、これさ、俺だけ気づいてんの。なんすか。え、空気椅子から来てるよ、多分。あー、空気椅子ってあるじゃん、こうなんもない、はいはい、で、それを階段に変えてんの、これ。わかんないっす。俺は勝手にそう考察してるんだけど、うん、安ピザとしては。あ、ドロピザみたいな。ちゃうのかな、俺それでやってたもん、ずっと。あ、そうかもしれないですね、うん、だからあれですよね、空気椅子ってこう部活の一番きついメニューじゃないですか、うんうんうん、空気階段がやばいっすよ、それ。そうそうそう
やばいよな。やばい。いや、てかさ、千鳥さんこう2文字で漢字バンバンかっこいいの分かる、はい、4文字でよくこのかっこいいの出せたなと思う。あー、なるほどね。あんまかっこつけすぎず、かっこつけすぎないですごい大事じゃん、はいはいはい、うん、かっこつけすぎてないのよ、なんか空気階段。そうですね。しかもさ、これめちゃくちゃコントしそうな名前じゃない。うん、そういう、あー、確かに漫才っぽくはない。イメージもあるかもしれないですけど、漫才じゃないかもしれない。勝手なイメージだけどね。うん、なので、はい、空気階段さん入れさせていただきました。あとは、はい、まあでもその空気階段さんに所属してる一人の名前がやっぱモグラっていうのがすごいね。モグラと塊ね。あの芸名ランキングもやりたいな。はいはい。かっこいい芸名ランキング。あ、そうね、芸名ランキングは別でやります、うん、芸名もめっちゃありますわ。でも九条城一択じゃない。あ、九条城、九条城かっこよすぎるけどな、芸名。いやでも僕芸名もちょっと考えて。え、誰。え、めっちゃかっこいい芸名。え、市川刺身。あ、これね、めっちゃかっこいいっす、やっぱ刺身。全然境界得られなかった、刺身さん。うん、まあ、やっぱ、でも俺は分かんない、名前かっこいいのかもしれないけど、やっぱどうしてもこう、余裕って聞こえちゃう。なし。俺、刺身さんのイメージ強すぎて、やっぱキャラ強すぎて余裕って聞こえちゃうんだよ。あと、九条城より中野中ルティの方がいい。いや、全然九条城の方がいい。さすがに中野中ルティは出ないです、そのかっこいいコンビ名の芸名。かっこいい芸名じゃん、中野中ルティ。出ないです、中野中ルティは。そうか。はい。その受けたいだけの名前。受けたいだけのダセー名前。中野中ルティ。というわけで、1位決めたいと思います。かっこいいコンビ名ランキング第1位、スカイサックスさん。かっこいいよ。かっこよすぎる。さすがに。トム・クルーズだもん、だって。トム・クルーズが所属してないとおかしい、うん、スカイサックスさん。というわけで以上、かっこいいコンビ名ランキングでした。コメント欄でぜひとも私が思うかっこいいコンビ名教えてください。はい、ありがとうございました。